はい、タンタンです。ヘッドウェイのギター続々入荷中でございます。こちらヘッドウェイの HOJ415SEARS スタンダードということで、通常の HF のスタイルの、厚みがあるバージョン、ボディ圧がこう深くなっているバージョンということで、非常にこうパワフルなサウンドが楽しめる機種でございます。こちらトップがシトカスプルスで、サイドバックはインディアンローズウッドの、個体となってまして、アフリカンマホのワンピースネックでゴールドのチューナーですね。こういった、415スタイルのギターなんですけども、こう厚みがあるといったところで音の違いが全然変わりますので、出てきますので、こうなんだ、ちょっとこうくびれがある、ドレッドよりもくびれがあるモデルで、抱えやすくしたモデルといったところかなと思います。結構パワフルな鳴りがするんです。低音強く出ますね。ローズのやっぱり重厚感がよく出る、モデルかなと思います。厚みがあるだけでここまで低音が出るというところはなかなかの、かゆいところに手が届くモデルかなと思います。結構ボディもね、ちょっと大きめにはなるんですけれども、トリプルとドレッドの間ぐらいに 15.5 インチぐらいですかね、多分なるぐらいなサイズ感なんですけども、くびれがちゃんとあるので抱えやすいかなと思います。こんな感じのモデルですね。当ショップも初入荷になりましたので、触ったことない方ぜひ一度お試しいただければなと思っております。そんな感じでヘッドウェイの HOJ415SEARS のスタンダードでございます。お問い合わせお待ちしてます。タンタンでした。